はいどうもカッパ園長ですじゃあ今日こちらでもね、えー、この最後は、えー、と岸田総理と、えー、自衛隊のこの関越式ですかねプラス、えー、沖縄のなんかこの極左暴力集団このパイロ連中のまあ、自衛隊のこの行動のこの妨害ですかね まあ戦車と同等のこの火力を持つ機動戦闘車が一部行動を使ったことに、ね、この沖縄のこの反日活動家がねギャー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 騒いでるもうなんかもう物理的に排除しろよこんなやつら何をかったるいことやってんだろうね、うん、いいかげん政府が責任を持って自衛隊の活動をさ、ね、自衛隊のことを守ってやれって言うとなんかちょっと変な感じですけども 自衛隊のこの活動この妨害できるっていうそういうルールをもうなんかおかしな状況このなんか取っ払えようん国のためにねその国とか地域のためにだから日本国民日本社会のために仕事活動してる人間をねなんかこのひっくり返って塞いでみたりとか邪魔してるやつらもう逮捕しろよ普通にこんなことすらまともにできないんだからもう頭おかしいとしか思えねえよな 日本社会っても相当僕とか、ね、あなたも思っている以上にだいぶおかしいんですよだいぶおかしく狂ってるしやられてるんですよね普通に考えて国防安保、ね、日本軍ではないけれども、ね、自衛隊っていうのは体張って日本のことを守ってくれてるしかも特になんか有事じゃない通常、ね、平時の際は、ね、例えばなんかこの災害があれば、ね、災害現場に駆けつけてっつって もちろん国民の力になってくれてる人たちじゃないですかとてもじゃないけどね反日クソマスゴミと一緒になってさ、ねうん、活動家連中なんかにも人権なんかねえよふざけやがってよ腹立つわまあいいやそれはねまあざれ事としてまあじゃあ岸田総理の自衛隊のこのねこの関越式ですか えー、訓示だって、うん、何にも響かないよな、こいつが何か喋ったところで、えー。必要な予算水準を確保し、抜本的に防衛力を強化する。ん根本から何か装備品かなんか見直すってことなのかなもうなんかさ、ね、うん、何喋ったって、はあはい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 みたいな。うん、そんな風にしか思わないですよね。なんか昔誰でしたっけ元首相の方でさ。 自衛隊のこの隊員、ね、開発式だったかどうかは忘れました違うな防衛大学の卒業式のメッセージだったかなちょっと定かじゃないんですけど、ねえー、違うな自衛隊の発足の時のスピーチだったかなちょっとなんか全然僕も記憶があやほやなんですけど、まあ、時の首相が、ね、ある方が、ねえー、今後、ね、自衛隊員の,、ね、自衛隊の君,たち君たち自衛隊員 隊員、えー、には、ね、もう明らかに茨の道だと苦難の連続だと、どんなに君たちが頑張っても頑張ってもあ分かんないですよ、一言一句じゃないんで、ね、あの興味ある方は調べてほしいんですけど、多分ね、あなたも知ってると思いますけども、でも、なんだかんだ言って、ねえーなんかこの、なんかあれば必要とはされるんだけど、普段はこは歓迎されない。 ね、とてもじゃないけどこの納得のいかない、ね、腹立たしい状況が続くんだけれども、ね、君たち自衛隊員が自衛隊がま,まさに世の中から、ね、必要とされている、ね、助けてくれ大変なことが起きているということになるんだか,らだからそれは有事の際ですよね、うん、そうじゃないっていうことを、まあなんかね、平和の証じゃないけれどもと捉えてなんか我慢してくれみたいな。 なんかちょっとなんかうまく伝えられないですけど、なんかそういう名スピーチをしたなんか首相が確かいたはずなんですけどね、まあ、それはどうでもいいんですけどもね、まあ結局、あれですかね、薄っぺらいっすよね、なんかこの、真っていうかさ、なんか腹の中に、なんかこの、いや、俺は総理として、こ,ここは絶対譲れないとか、こういうことをしたいんだ、こういう日本語っていう、なんかそういう、そういうのなさそうじゃん、なんかあるの。 ね、なんかもう、とりあえず外に向かって、ね、日本に背を向けながら外に向かって、あちこちにばらまいてるだけ、そんなことするぐらいだったら、防衛費に使うとかしろよって思いますけど、なんかこの国民、我々日本国民に、なんかこのね、えー、還元とか給付とか、なんかそういう、なんかそういう日本社会のこの貢献みたいなことを、なんかもう度外視してるよね、わざと。うんで、あとなんかね、この発言内容、この言葉尻もなんかね、薄っぺらい、薄っぺらい。 なんせだっけね必要な予算水準を確保して抜本的にとか、これはなんかこの、なんていうのこういうの、就職後みたいなの、異次元とかさ、なんかをこの大げさに、大行にこの言う物言い好きだよね、この人。そういうやつに限って空っぽだよね、はっきり言って。だって本当に中身がある、ねそういう施策、政策だったらさ、いじその誇張する必要、膨らまして言う言い方しなくていいじゃん。ね異次元のね、少子化対策。 何も考えてね、対策なんか打つ気ないんだからさ、そういう言い方して、お釣ろうとしてるだけだよね。うん、僕みたいなこの YouTube のこの動画とかの,このタイトルの付け方と一緒だよ。だから軽いんだよ。<laughs> 僕が言うのもなんですけど。うん、ね有権者とか国民におって振り向かせる。いや、そんなとこゴールズでも何でもねえじゃん。ね 僕とかこのブロガーの人の,このタイトル付けとかさ、ねこのメルマガ、発行者のメルマガのタイトル付けとかさ、ね、YouTube の,このチャンネル運営者の,この動画のタイトル付けとかはさ、ね、とりあえずもう一人でも多くの視聴者さんとか、ね、一般の人たちに、ね、とりあえずこの注目を振り向かして、ねなんだろうな、ポチってして開けてもらう、ね、再生してもらうっていうためにさ、ね、ある種なんかこのフックをかしたなんかそういうい、ねうん、言い回し使うわけじゃん。 うん、首相がそんなことしちゃだめだろう。う中身で勝負しろよ、お前らは。って思いますけど、でもそれがないからこういう手を使うんでしょ、うん、何が異次元だよな。<laughs> ふざけやがって。うん まあだからあれだろう、結局さ、ねうん、総理からして、ね、もうなんかなんか組織の,このトップからしてこんな状況だから、それはマスコミに向かって中指ぐらい立てたくなるよ、本当、マジで。うん、で、えーまあ、そんな自衛隊の方々はさ、ね、沖縄行きゃ、こうやって妨害されるんだよ。妨害するやつもいい加減逮捕してさ、ね、ぶち込めよ、ほんとマジで。 えその場で始末していいっていう許可出していいと思うよもううんいやこういうところで訳のわからん理不尽なストレス抱えさせられるからさねうん刷毛口見失っておかしな構造を取る自衛官とか出てきちゃうんじゃないのえ堂々とねえ国,国のためっていうか日本社会のため日本国民のためって文字通り体張って仕事してくれてるんだからさ そういう人たちに対して唾吐いたり、ね、堂々と目の前で、ね、威嚇してみたり、ねうん、ひっくり返ってなんか妨害して、うん、そのまま引いていいよ、マジで、うん。敵だよ、敵。日本の敵なんだからよ、こいつら活動家は。ほんと腹立つよな。うん、こういうやつの,この神経疑うよで。こういうやつらをまともに取り締まることもできねえ、このなんか日本社会がおかしい。このおかしさったらないよね。 いやそれは地元の警察の人たちが、ねうん、なんかもう家族も,、ね、もう何もかも追われててうか,うかつに手出せねえとかって言うんだったらさえ日本全国から何人かかき集めて全員逮捕してぶち込んでだったらもう,なんかもう晒し組みにでも何でもやれよ、うん、こういう反政府活動反日活動した人間はこういう目に遭いますんでってえ逆にもう洗いざれ全部辿ってって不良外来種だから辿るも何もないのかもしれないけどもさ うん、好きにやらせてんなよ。だから自由とか権利を履き違えてる気違いはもう即逮捕、ね。抵抗したらその場で始末。もうそういうルールに作って変えてほしいよね。甘いんだよ、日本社会は。って思いますけど。うん、そろそろだって口で、ね、説明して、ね、なんかもう聞く身持たねえ。なんかもう そもそも市長からしてさ、ね最高裁判決に堂々と逆らうなんていう、なんかもう、気違いじみた自治体なんだからよ。まともなやり方じゃ通用しねえんだから、うん。もう、物理的に排除するしかないよな、一切合債。なめやがってよ。こんなやつらにも特別に予算なんかつける必要なんかどこにあるんだよ。ということでね、えー、今回は、そう、だからなんか日本国内はこの一掃するこの掃除、 ね、とっかかりね、なんかもう、お手本じゃないけど、なんかこの沖縄からスタートするっていうのも一つ手かもしれないよね。まあ、埼玉、川口でもいいんですけども。ねもうふざけた連中、ね、この不良弁護士なんかもそうだし、ね、この反日売国勢、ね、反日売国にいしんでるやからが結局どうなるかっていうのを、やっぱどっかね、最初、ね、このなんか限定区域で、ガツっと一気に見せしめに。うん モデルケースじゃないけどさそういうなんか前例をこの作ってねではい12って用意ドンってガーってなんかローラー作戦みたいな感じで、うん、やってもらいたいよほんとマジで、うん、ということで今回は以上です